先ほど言いましたけれども、チャレンジマッチに行きたくはないと思うの で、 そ、 うです、ね、まあ、それはどこのチームも同じだと思うんですけれども、またちょっと試合数も少ないのでどう転ぶかわからないんですけれども、ここもポイントを稼いでおかないとやはりいつ抜かれるかわからないので、そういった戦い見てみたいですよね。シーズン終盤となってまいりましたので、順位を左右する大きな一戦となってまいります。この PFU 対 JT、 このカードがですね、今シーズン初対決というふうになっております。もともとは対戦組まれていたんですけれども、新型コロナウイルスの影響でちょっと中止になってしまったということですので、この対戦が今シーズン初というふうになります。今 JT の、ベンチ入りのメンバーが画面に表示されております。初対戦というのもまた、そうですね、この時期に来てまだこのシーズン終盤になっているという感じです。今レフェリーの紹介がされています。ファーストレフェリーは対馬由香さん、セカンドレフェリーが浅井忠義さんということです。そしてスターティングメンバーの発表が行われていくところですが、今 PFU のベンチ入りメンバーが発表されています。バルデスの姿がありませんね。そうですね、注目のルーキーだったんですけども、そうですね、試合の前のアップの時にもコートにいなかったので、ちょっと心配ですね。3月5日の試合を最後に、コートに立っていません。さあ、PFU ブルーキャッツの、スターティングメンバーが発表されています。 PFU の方は、島、山下、ジャン、鍋屋、渡辺、渡引というメンバーでまずはスタートいたします。リベロの方は森田と和斎が登録されておりまして、まずは森田でスタートしてまいります。対して JT マーベラスのメンバーです。 JT の方は、モミ、芥川、田中、ドルーズ、タットの西川の6人でスタートします。セッターの4人が出てきました。リベロが小畑と西崎の2名が登録されておりまして、まずは小畑が出てまいりました。さあ、両チームともに円陣を組んで元気よく大きな声を出して試合がスタートしてまいります。こちら PFU の坂本正康監督です。さあ、このあと14時10分から試合がスタートしてまいります。こちら今後ろ姿が映っているのが JT マーベラス吉村監督、今シーズンは3連覇を目指すシーズンとなっています。さあ、選手たちは再び気合を入れ直します。まずは PFU の島のサーブから始まるようです。つまりの、ファンの皆様の拍手に押されて試合が始まります。まずは島のサーブ、最初の点はドリーズ、これはアウトになる。最初の1ポイントは JT マーベラス。昨日は2位の東レに、痛い一敗を喫しました。今日は何としても勝ちたい JT マーベラス。これはいいんです。ここからギリギリのところをついていきました。落としていく、拾います。ドルーズ、
落としていく。しかしこれは山下拾います。ナビア、これは返しない。田中の手に当たったんですがボールは後方に跳ねていきました。うまい打ち方しましたね。まず第1セットの立ち上がり PFE が2点取りました。タッタを速攻使ってきます。これはナビアからのトス、これもまたギリギリのところいいんです。やはり昨日負けているので早くちょっと昨日 の嫌な流れを切りたい、早く点数を取って勝ちたいっていう部分があると思うんですけれども、なんかいまいちちょっと自分たちのリズムじゃないですよね。第1セットの序盤まずは TFE の方がリズムをつかみ始めています。渡辺、これが決まります。PFU の方も昨日は敗れているということで、まあ、連敗を避けたいですね、このリーグ終盤というところで。そうですね、お互い一勝本当に3点っていう3ポイントっていうのが大事になってくるのでやはり勝ちたいですよね。 PFU が、昨日までで11勝3敗7位というところです。これは角度触ったんですが上がりません。渡辺ストレートを狙ってきました。渡辺のサーブ、おっとこれが返らない。ドルーズ強打はできなかったんですけども、そうですね、いいコースに打ったので、うん、一応リベロを引っ掛けてはいたんですけれども、はい、繋がらなかったですね。ある意味強打をしなかったのが功を奏したかもしれません。さあそのドルーズのサーブ、ナビアは返すだけになります。これも動けない。田中の強烈な一本、これで4対4の同点。ドルーズのサーブ、ドルーズ、はい、ドルーズ選手安定しますね。 JT の攻撃の主軸となるドルーズです。ドルーズが、昨日までで総得点が452点で現在4位ということです。今日この試合でどこまで伸ばしてくるのか注目です。ナベヤのサーブ、小畑が上げる。ドルーズ、ドルーズ早速当たってますね。そうですね、結構いいコースを打ってるんですよね。ブロッカーついてるんですけれども、ちゃんとそこを抜いていいコース打ってますね。田中のサーブです。これはアウト、自信を持って見送りました。今シーズン新加入のジャンのサーブです。坂本監督は後半戦期待の選手として名前を挙げていました。ブロック、これはフォローする。これをつなぎます。島、小畑が上がる。これはネットにかかります。難しい2段トスでした。西川、さあジャンのサーブが続きます。低い弾道のサーブ、ドルーズ落としていく。あっと山下懸命に手を伸ばしたんですがボールは後方に跳ねていきました。ち
とブロックに当たったのでちょっとタイミングずれましたね。芥川のサーブ、島が上げます。そして島が行く、ダイレクトで返ってきます。もう一本、あとちょっとぶつかったか、もう一本行く、吸い込んでしまいました。山下のサーブから再開です。石川、島根、これは後方で大きく跳ねる、田中追いかけたんですが追いつけません。渡辺早苗、今シーズンから岡山シーガルズからの移籍で新加入の渡辺です。山下のサーブ、低い弾道、サーブレシーブ目指しました。 TFE のチャンスボール、島、まあ、TFE はどんどん島にトスが上がっていきますね。そうですね、3点のリードを奪っています。さあタイムアウトが明けてゲーム再開です。引き続き山下のサーブ、やや短いところ、ドルズ上げました。しかしこれは渡引を返すだけです。西川、さあよく追いかけました。島、これが決まる。こういうのが決まるとやっぱり乗っていくんですね、チームとしてはね。みんなで苦労したボールを決めてくれるっていうところがいいですね。これはただ単純に相手のコートに返すのではなく、しっかり打っていきましたね。そうですね、結構難しい位置からのトスだったんですけれども、後方から来るボールでした。さあこれはインの判定、 JT のポイント。モミーのサーブ、低い弾道、島を狙います。さあよく上げた、繋いでいきます。これは打てません。 TFU にチャンスボール、渡引、今のリ
リプレイです。チャンスしっかり打っていきましたね。そうですね、各選手が自分のポジションでちゃんと役割を果たしてますよね。 PFU が4点リードしています。こちらも速攻でお返し、パッパド。1点返して3点のビハインドです。ナビア、ドルーズ、ナビアもう一度、ドルーズ。これにはリベロの森田も一歩も動けません。やっぱり苦しい時はドルーズ頼みですね。そうですね。2点差に追い上げています。ナビア、これは決まる。このナビアもデンソーから移籍してきて新天地での今シーズンです。ドルーズ落としていく、しかし上げています。ナビア、今のもフェイント落ちたかなと思ったんですけど、ナビア選手がきっちり上げましたね、はい、必死につないだボールなんとか得点につなげていきました。さあまたも4点差がついています。飛び込んだ、しかしこれは落ちています。JT はタットダウンのサーブ。このサーブはナビアを狙う。これがサービスエースになります。これで2点差。タットダウンのサーブが続きます。短めのサーブ落としていく、これがコートに落ちます。今日の PFU はなんか乗ってますね。そうですね、あの楽しくやってますよね、うん、選手の表情も生き生きとしています。渡辺のサーブ、小畑が上げる、ドルズ、さあここで JT は交代です。柴田が入ってまいります。そして和田が入ってくる。2枚替えを使ってきます。さあ変わって入った柴田のサーブ、強烈なスパイク、もう一本。今飛んでませんでした。そうですね。さあこのジャンつけられています。久保田が上げる、
これがいいところに決まります。西川、さあ、1点差に詰め寄られたというところで PFU がタイムアウトを取りました。このタイミングでのタイムアウトというのはどうでしょうか。やはりちょっと流れが JT に来ているので、切りたいっていうのと、まあ、先ほどもあったんですけれども、やっぱりそのサーブ、あのリズムが乗っているときにこうやってタイムを取られると意外にちょっとあの打つ方としてはリズムが切れてしまうので、そこをちょっと狙っているのかなと思います。さあこのタイムアウトで JT の流れを切りたい PFU。点差は1点リードがあります。さあサーブを打つのは JT の田中、これがアウトになります。ここですよね、やはりタイムを取った後のサーブはなるべくアウトにしない方がやはりリズムとしては JT もらいたいので、まあ、PFU としては狙い通りという感じですかね。そうですね、ラッキーでしたね。ジャンのサーブ、あとこれもアウトになってしまう。非常に力を乗ったサーブだったんですが、勢い余ってコートの外へ。さあ JT はここでもう一つ交代を使ってきます。背番号11、ムグロが入ってきます。今シーズン副キャプテンを務める目黒です。この強烈な一本、手の間抜けたから頭に当たってましたねでもそれが見えてるっていうのはすごいですよね、うん。ジャンも今日当たっていますね。そうですね、プッシュしていく、これが真ん中に落ちました。まあ、JT はここで先ほどの2枚替えを元に戻す形ですかね。こういったわずかな時間でも小畑がしっかり選手に声をかけていますね。そうですね、まあ、おそらく私としてもやっぱりここ開けてとかブロッカーをこうしてほしいっていうのを指示して、自分が拾えればいいわけですから、なるべく自分の方にボールを集めたかったので、そういった指示はよく選手フォワードにいる選手に言ってましたね。モミーのサーブ、サービスエースになりました。さあこれで JT 追いつきましたね。いや、 やっぱり底力はありますので、サーブは飛び込んだんですが上がらず、もう一本モミーのサーブ、これも少し短い、シマー、シマーもう一度ブロック、これをフォローする。これが決まります。疲れはしましたが追い越さすはしなかった PFU。 18対19、これはアウトになったようです。わずかにコートの外へ。これで再び同点とします。20点目を先に取るのはどちらか。よくこの2枚ブロックの間を抜きましたね。しかも高いドルーズですかね、はい、ドルーズが191センチの高さがあります。その2枚ブロックの間をうまく抜いていきました。ドルーズ、これはもう破壊力がありますね。そうですね、あそこまで飛ぶんですからね。笑顔が弾けています。
目黒と芥川の交代を元に戻してきます。タットローのサーブ、ジャン、PFU はここで、交代を使います。デンソーから移籍してきました田原を投入、そして高層です。昨日も、高層途中から入ってゲームチェンジャーとして大きな機能を果たしました。昨日はサーブだけで6得点を挙げています。6得点ってすごいですね。すごいですね。なかなか1試合で6得点はないですね。しかしこのポイントを取るのは JT マーベラス、21対21の同点です。ドルーズのサーブ、これは落としていく、なんとかつなぎます JT。 PFU としてはチャンスです。このチャンス高そう、ドルーズ、しかしこれはアウト。 PFU としてはラッキーでしたね、今のアウトにしてもらったので、はい、ラッキーな形で1ポイント拾います。第1セットの終盤、サーブを打つのはナベア。この、 独特なフォームでのサーブが、日本では招き猫サーブと言われているんですが、海外ではコブラサーブと呼ばれているそうです。なんかかっこいいですね。あの手がコブラなんですかね。コブラっぽい形なんですね。そういうことですね。さあこれで JT は再び追いつきます。22対22。第1セットは互角の戦い。田中のサーブ、森田が上げる、ジャン、ジャンガッツポーズ出ました。いやなかなか、身長高いので下に打ちつけるのかと思いきや、そんなに下に打たないのでブロッカーがやはりいくら頑張ってもちょっと上の方から打たれるので今みたいに弾いてしまうんですよね。ジャンが今日ここまで8分の4で 50% 決めています。ドルーズ、ドルーズが打つって分かってるんですけれど、止められないですね。この渾身の一本ストレートに飛んできました。これで再び同点。芥川のサーブ、島が上げます。そして島が行く、このボールはアウトになる。さあ PFU は、これで24点目、セットポイントとなります。ここで山下入ってきます。そして渡辺も帰ってきます。先ほどの交代を元に戻すような形ですね。そうですね。さあ PFU はセットポイント、この1点を取り切りたい PFU。 おっとブロックです。最後の1ポイント、いい形で取れましたね。
ので。そうですね、まあ、首位は首位ならではの苦しみっていう、うん、もう本当1位で行かなきゃいけないっていう苦しさはすごくあると思うので大変だとは思うんですけれども、やはり1位通過するのと2位になるのではまたちょっと違いますからね。第2セットが始まってまいります。まず最初のポイントを取ったのは TFU 植木津、渡辺選手いいですね。 TFU は第1セットとメンバーは変わらずですね。ドルズ落としていく。しかしこれは、ポイントは TFU。 ドルズちょっと今日は調子が悪そうですかね。そうですね、ちょっと納得のいかない表情。最初からドルズ選手を使うんではなくて、やはり大事なところで使えばいいんですけれども、やっぱりそうすると相手もだんだんついてきますよね。今度は強打です。ドルズもう一度、久保田が立て直して、ドルズあと渡辺なんとか拾ったんですが、ボールはコートの外に出ていきました。ちゃんと読んでネットにかかりながらのイン。ドルズ強打していきます。バックアタック、強烈なバックアタックでした。やはりドルーズ選手は最後の最後で見せるところで使う選手なんですけれども、うん、まあ、最初にやはり序盤でここまで使ってしまうと、最後が持たないですよね。さあその田中のサーブです。渡辺落としていく。これは冷静に落としました林。第2セットからスタートで入っています。年明けから髪を切ってかなりイメージも変わりました。そうですね。さあ JT のサーブが続いています。これはネットに近いところ、林、渡辺、林、これはアウトです。 TFU のポイント。渡辺のサーブ、おっとこれがサービスエースになります。林はサーブレシーブも非常に得意な選手なんですけれども、これは挙げられませんでした。昨シーズンサーブレシーブ賞を受賞しておりまして、今シーズンはサーブレシーブ成功率 67.6% で2位をつけています。しかし今度は JT 取り返します。第2セットの序盤は4対4の同点となっています。乗り切れてないなというお話先ほどありましたけれども、はい、第2セットの立ち上がりの方はいかがですか。いや悪くはないんですけれども、うん、なんかその何でしょう、今までの JT をちょっと見ていった上でのこの今日の試合を見てると、まだまだなんかできるよねっていう、まあレベル的にも高いレベルを持っているチームなので、逆にまだまだ足りないねってちょっと思ってしまう自分がいますね。ここからもっともっと加速していきそうな JP マグラス。林、この林のシャープの動き、第2セットから登場した林ですけれども、つくもさんから見ていて今日動きはいかがですか。悪くないと思います。なので、1セット目出てなかったっていう部分では、まあ、また最初の初めて対戦する部分で
データがないと思うので、あの相手もわからないままのセットをやりますよね。なのでそのわからないうちに早く JT は3点のリードを持ってパットラオのサーブです。前に落ちるサーブ、ナベア、あっとボールはコートの外へ。そして PFU ナベアのサーブです。強烈な一本、しかしフォローします。もう一本林、二本目は決めました林。PFA 交代でゴーヤサキを入れてきます。さあこの交代から再び流れを取り戻したい PFA。 ドルーズのサーブです。低い弾道、山下からジャン、あっと笛が鳴る。ダブルコンタクトですかね。これでポイントは JT に入ります。再びドルーズのサーブ、4点のリード。これはネットにかかる。 PFU としてはラッキーな形で1点返します。ジャンのサーブ、これも力の乗ったサーブ。ネット際はまだ上がっています。あっとうまく抑えてリバウンドは取ったんですけれども、このプレーちょっとお見合いになってしまったかですね。綿引きの目の前でボールが落ちてしまいました。これは長いコース狙いまして決まります。
山下のサーブ。田中のスパイクはこれがちょっとネットの上を伝っていくような感じになりましたね。そうですね、ネット当たっただけちょっと伸びてしまいましたね。これがアウトになります。ドルズ、これはもうドルーズ本領発揮というようなパワーが炸裂しました。JT は芥川のサーブ。渡辺、これはいいんです。ストレートを狙って打ってきました。チャレンジを使うようですかね。まあ、かなりラインのギリギリのところを攻めてきた1本だったの で、ね、ラインの判定はインだったんですけれども、この判定はどうでしょうか。さあ、ここまで第2セットは JT がリードする展開となっています。ボールはアウトだったようです。 JT のチャレンジは成功しまして、これで12対8と点差が変わっています。この1本でどう流れが変わるかですよね。この次の1本注目です。芥川のサーブ。いいサーブになる。しかしよく上げています。ドルス、渡辺、あっとブロック、見せましたね今。これはもう JT も大盛り上がりになる一本になりました。さあ、再び PFU は鍋屋を戻してきます。JT としてはチームを盛り上げる一本が出ましたので、この流れをキープしたいところ。芥川のサーブが続いています。しかしこの流れは PFU 切ってきました。そうですね、今日はスタートから入っている島のサーブです。これが JT コートに落ちます。今のもちゃんとリバウンド取ってればいいんですけど、自分の人にリバウンド取ってしまったので自分も取れないですし、フォローもなかったですよね。誰も拾うことができませんでした。ドルズ、ボールはそのまま JT コートに帰ります。田中、これはタッチもありました。さあ、 JT は再び4点のリードを奪います。落としていく、ちょうどコートに置いた穴に落としてきました。まだ続いています。田中、さあ、このブロックがアウトになる。これで JT のポイント4点リードです。田中のサーブ、鍋屋、
渡辺よく見ていました。見てましたね。今のも難しいボールではあったんですけれども、よく抑えましたね。ダイレクトで落としておきました。さあここで PFU は再び交代を使ってきます。強烈なサーブ、しかし強烈なスパイクでお返しといったところ、これで勢いづいていきたい。 PFU としては4点差ありますけども、食らいついていきたいところです。さあゲーム再開、だからこれを残す。元デンソーのコンビです。高そう、しかしこのブロック、水選手も高かった。もう本当またかぶせましたね、このブロック。ここまで手が出てくるとなかなかのコースを抜けないので、ドルーズと芥川の2枚ブロック、小柄な高さとしてはあれほど手が伸びてくると苦しいですね。なかなか抜けないですよね。非常にジャンプ力のある選手なんですが、高さに阻まれます。点差は5点と変わっている。ドルーズ、さあ何とか食らいつく、落としていく。交代で入った高層です。再び点差は4点。ナビアのサーブ、林落としていくが、これは高層だった。これが決まる。打った芝は渾身のガッツポーズ。そうですね、でも高須選手の今のポイントですよね。あのスパイクが決まったっていうのはやっぱりそこまでのリズムが作ってくれたということで、高須選手に1点あげたいです。はい、高須のナイスプレーからの島のナイスプレーが続きました。林大きく上げて高須、しかしこれは決まらない。もう一本行くか、ブロックはフォローします。小畑飛び込む。さあ PFU チャンスボールが来ます。島 PFU 再び島の得点、チャンスボールものにしました。
っぱり流れが来るまで我慢するしかないですよね。選手たちの表情も注目していってください。ナベアのサーブ、ドルズ、さあこれはカバーします。強烈なジャンのスパイク、しかしこれは上がっている。林まだつないでいくが、あー惜しかった。なんとか粘りを見せたんですが、さあここで JT は交代を使ってきます。柴田が再びコートに入ります。そして和田が入ります。 JT2 枚替えです。柴田に変わっているというような形です。強烈な一本、いいですね。高さあるからやっぱり音も違いますしね。そうですね、ボールの音がすごかったですね、はい。今日の試合はこの第1試合に引き続きまして音楽などの演出がないようですので、まあ、ある意味ボールの音ですとか選手の声、そういったところもよく楽しんでいただけるゲームになっています。今何か確認をしているようですが、さあ試合再開です。このサーブもまた強烈、しかしこの強烈なスパイク返ってきました。チームを盛り上げる一歩になりそう。さあ JT は再び3点リード。林のサーブです。お互いに流れは簡単に渡さないぞという意地も見えます。TOP は先ほどの交代を戻しますね。渡辺と山下がコートに帰ってきまして、セッターが田原から山下に戻るというような形になります。ここで JP は先に20点に届きました。そして JT はまたも交代、ここで目黒が入ってきます。非常に守備も得意な選手で V カップではリベロも務めたという選手です。このサーブ、その後の守備も注目です。渡辺が長いコースに打ったんですが、これが決まります。今のもわざと奥に打ちましたよね。これも強打ではなかったんですが、このコントロール。第2セット終盤2点差、このボールはコートを越えていく。この第2セット
ャットの終盤このミスはちょっと痛いかなというような感じですね。そうですね、ここで1点やっぱり入って19点にするのか20対19になるのか21対18 3点差になるのかって言ったらやっぱりちょっと精神的に ね、追い詰められてしまうの でしかもその自分たちのアウトっていうことで あミスしちゃったっていうのでちょっとリズムが悪くならないといいんですけどもね。これはいい。サーブミスの悪い流れを続けることはありませんでした。さあドルーズコートに帰ってきます。PFU は若引きのサーブ、そここの速いテンポ追いつけません。 JT3 点リードです。この終盤においての3点のリードというのは大きいですね。いやもうこの後半の3点は結構精神的にきついですね。しかし1点返す。これで2点差と詰め寄ります。PSU はこの1点もう1点欲しいですね。この次の1点取れればもう分からなくなってきますね。そうですね。あとここでネットにかかってしまう。やっぱりこれがリズムに乗り切れないんですよね。せっかくリズムがよしってなってるところで、もったいないですね。この第2セット終盤で3点差がついてしまいました。 JT としてはあと2点取り切りたい。タットドーのサーブ、山下からジャン、諦めず1点ずつ食らいついていきます。低い弾道のサーブ、ドルーズ落としていくが残ってましたね手が。さあタイムアウトが明けます。ナビアのサーブ、ドルズあっと追いつけない。飛び込んだんですがわずかにその手の先にボールが落ちます。もうちょっとだったんですけどね。よく追いかけましたが本当にわずかの差でボールは落ちていきます。さあセットポイントを迎えました JT。 ドルーズのサーブはこれがアウトになる。これで再び1点差となります。ジャンのサーブ、ドルズ、さあ最後の1ポイントはドルーズもぎ取りました。やっぱり苦しい時はドルーズ選手ですよね。そうですね、まあ、その前 のサーブミスもあったので、はい、もうここで取り返させてあげたいという。
第1セットは25対23で PFU、 第2セットは同じスコアで今度は JT が取りました。さあ第3セットが始まってくるところです。スタートのメンバーは PFU は先ほどと変わらず、ダルズ、あとボールは JT コートに落ちました。JT の方も第2セットのスタートのメンバーと変わらずですかね。さあ島のサーブです。タップが落としていく、早いテンポ、おっとこれも PFU のポイントになる。なんか JT らしくないというか、波に乗れてないというか、そうな感じがまだ勝ってはいるんですけれども、本来の JT じゃないかなっていうのはすごい感じますね。今シーズン の JT の戦いぶり見てると、もっともっとっていうふうに思ってしまいますね、はい。本調子ではないながらも PFU と互角に戦い、セットカウント1対1としている JT です。田中のサーブ、ちょっと難しいです。今度は冷静に上げます。これがコートギリギリのところ、小畑も飛び込んできたんですが追いつけませんでした。第1試合の方で岡山の試合解説担当していただきましたけれども、はい、この渡辺もやはり岡山らしい打ち方してきますね。決して下に打たない、本当に人がいないところに、いやらしいところに打ってくるっていう、本当にレシーバー泣かせの、もう本当にもう思ったところに来ないので、もう悔しいしかないスパイクをよく打ってきますよね。さあ変わって JT タップダウンのサーブ、なる、さあ変わって PFU は渡辺のサーブ、このサーブはコートを越えていく。これで3対4と変わっています。1点リードの PFU、 ドルーズのサーブです。低い弾道、ジャンが走っている、もう一度ジャン、弾いたボールは森田が上げます。落としていく、ドルーズ追いついた、プッシュしていく、ドルーズ、最後はドルーズです。さあこれで、第3セット序盤追いつきました。やはり苦しい時にはドルーズですね。そうですね、でもやはりこの 1,2 セットやって今もまだ4対4ですけれども、ドルーズ選手の名前しかあんまり発してない。本来であればこの選手もこの選手もやっぱりいいですねっていうことを言えるはずなんですけれども、やはりドルーズ選手、あ、すごいですね、やっぱりドルーズ選手ですねって、そこで終わっちゃうんですよね。このあたりはセッターモミーのトスワークにも注目です。モミーはどのアタックを選択するのか。さあ PFU はナディアのサーブ、1点リードしている PFU です。アクタガ、しかしこれは上がっている島、おっとダイレクトルーティー君、さあ今度はサイドから落としていく、これで同点と変わっています。林の判断力でした。
ほどブロック2人の間を抜いて下に落としていくような形で打っていきます。これで同点。島のサーブレシーブからのスパイクです。この第3セットも序盤互角の戦いになっていますね。そうですね、やっぱりまだまだ自分たちのリズムじゃないんでしょうね。 JT の方はジャンのサーブ、これは思わずガッツポーズ、満面の笑みがこぼれています。ナイスブラック。さあこれで再び2点のリード。さあこのサーブはネットにかかります。打ったジャンも思い切り打っていきましたね。そうですね、あの中途半端に打ってないので切り替えは早いですよね。サーブもスパイクもそうですけども、ジャンは本当に思いっきり腕を振って打っていきますよね。はい、芥川のサーブ、島プッシュしていく、これがコートに落ちる。さあこれで8点。スター陣がおりますので、ドルーズ以外のメンバーの強烈なスパイクもぜひ見たいところですね。はい、山下のサブ、これ上がっています。バックアタック、これもポイントにはならなかったものの思い切り打っていく気持ちのいいプレーです。JT は1点を追いかける。あっと、これが落ちます。こういったプレーですよね。あの苦し紛れに打ってるんですけれども、ちゃんと人がいないところに落としているっていう、こういう単純なんですけれども一番難しいプレーをどんどん出してほしいですよね。これで同点と追いついたところでサーブミスが出ます。オミーのサーブはネットを越えませんでした。追いつきはしましたが追い越せませんでした。 JT 再び追いかける展開。島からナビア、ドルーズ上がっています。ダイレクトタップダウンです。山下追いかけた、ナビア、これが決まる。もうあの追いかけた山下のナイスですよ。ナイスです。本当にあのそれがトスになってここまで決まるわけですから、まあ、思い切るとナベヤ選手にもポイントですよね。はい、あとこれがまたサーブミスになってしまう。お互いリズムが欲しい、こっちに流れが欲しいっていう時のサーブミスが多いので、まあ、こうやって見ていてもえってどうしてここでってなってしまうのがちょっと多いんですよね。いいプレーを連続して続けていきたいですね。渡辺のポイント、
これもコートの端を狙っていきましたね、はい、クロスで非常に難しいコースを狙いました。ネットに当たりながらのインです。ドルーズ落としていく、渡辺追いついた。さあこれはジャン回数タットだ。チャンスは見逃しませんでした。 JT マーベラス早いですね。さあこれで再び1点差、追いつき追い越したいところです。マベを狙います。これがダイレクトで返っていく。ナベはもうサーブレシーブ狙われる機会が非常に多いですからね。やはりあのナベ選手のいやらしいスパイクを打たれるんであれば、やはりそこを狙って崩して十分な体勢で打たせたくないっていうのがあるので、どうしても狙われますよね。乱れてしまいました PFU。 これで同点です。 JT としてはこのまま追い越したい。ドルズ、ナベア上がっている。渡辺選手出しすぎましたね。抑え込みに行きすぎましたね。そしてこれで JT が逆転に成功しましたね。選手たちみんな目標は3連覇と口を揃えています。2位3位のチームの追い上げもある中での今日のゲーム、これはなんとかつないでいきます。落としていく。さあこれもつなぐ、またもドルーズワンタッチある。ドルーズ選手最後上げとけばなんとかしてくれるっていうのがありますね。さあここで PFU は、高層を投入してきます。昨日は交代で入って、チームとしては敗れはしたもののゲームチェンジャーとして大活躍を見せました。その代わって入った高層です。これがコートの隅に入っている。また角に入るんですよ ね。このコントロール、あれ本当に練習してもなかなかそこに打てる選手いないと思うんですけれども、うん、本当にうまいです。コートの角の角、あそこに打たれてしまってはさすがにレシーブも追いつけないです。諦めるしかないです。森田追いかけましたが追いつきません。ここで JT は交代。柴田と和田を投入。2枚上になります。ここでセッターが柴田に変わるという形になります。高そう。さあ柴田のトスです。落としていく。上がっている。さあしかしこれは返すだけになる。 JT のチャンスボール。このチャンスはまだつなぐ。高そう。あっとこれはブロック。和田と芥川の2枚ブロックでした。しっかり腕が伸びていましたね。
ちょっとブロックアウトというかストレートを狙ってたんですけれども抜けなかったですね。ここでサーブミスが出てしまう。今日はなかなか波に乗れないねという話が先ほどからあるんですけど、はい、こういったところですかね。そうですね、もう1点っていう相手にやられて点数が入るんだったらまだ流れ切れないんですけれども自分たちで切ってしまっているのでなかなかリズムが本当つかめないんだと思います。そしてこのポイントは TFU に入る。これで1点差と詰め寄っている TFU です。高さのサーブこれは決まります。変わって入った和田。注目です。今日はタイムアウト中の、音響などがないようですのでファンの皆さんが太鼓で選手たちを鼓舞してくれていました。このサーブは森田が上げる。島追いつく。島田が上げて返すだけ。プッシュ抜けました。これは思い切ったプレーでしたね。はい、ちょっと近いので前の2奥かなと思ったらやはり奥でしたね、うん、山下の判断力光ります。力の持ったサーブコートの奥を狙っていきます。しかしこのポイントは TFU。 これでまた再び同点となりましたね。なんか抜けきれないんですよね。JT としてまたかっていうような感じかもしれないですね。こんなんじゃない、こんなんじゃないって思いながら1点1点多分積み重ねていってると思うんですけれども。変わって入った和田。島もう一度また和田。これで、交代を使うようです。芥川に代わって目黒入ってまいります。 JT が1点リードしています。なんかこう1点リードしているんですけどもなんとなくそういう雰囲気が見えないですねどこか重苦しいような感じが。そうですね、本当になんかうわもっと点数離れててもおかしくないぐらいのゲーム内容なんですけど、あれまだ1点差かっていう。バクタクどちらかというと本当に TFU の方が思いっきりがあるんですよね。このジャンなんかもう全部フルスイングしてきますからね。典型ですよね、はい、それだけ思いっきり打ってくれるので周りもよっしゃっていう感じにリズムに乗れるんですよね、うん。PFU はチームのバックアタック決定率が、リーグ1位です。そのほとんどがバルデスが打っているんですけども今日はジャンが打っていきました。JT はここでモミーをコートに戻します。そしてブルーズも帰ってくる。
おそらくこのローテが一番 JT の中では強いローテだと思うので、ここで点数を取りたいですよね。高いドルーズが前にいるローテーションです。 JT マーベラス、ここでポイントを取っておきたい。しかしこのローテーション1回で切られてしまいますね。ピヨフの島、その島のサーブ、強烈な一本ですが島を上げています。高そう、落としていく。ドルーズ森大事だ。高そうはまだボール強いできます。もう一本高そう。さあ JT はチャンス。ドルーズ、あっとブロック、止められませんでした。まあ、点数は JT に入ってるんですけれども、はい、リズム的には PFU のなんかリズムなんですよね。あの粘ってるし、あのなんかドルーズ選手のいいところを全部抑えにいってるので、リズムは今点数は1点取られてますけれども、リズムはあの PFU だと思いますね。苦しみながらの1点リードです。 JT マーベラス、これで2点のリードと変わっている。ここでチャレンジですかね。まあ、チャレンジの判定を待っている間、選手たちはコートでコミュニケーションを取っています。まあ、PFU から、ブロックタッチのチャレンジということです。先ほどのリプレイ、このプレイです。このブロックの指先に当たったかどうか、非常に微妙なところです。ブロックノータッチですか。高そうと、鍋を元に戻します。さあ点差は2点。 JT は苦しい戦いが続いていますが、それでも2点リードしています。鍋は落としていく、つなぎます。あっと倒れ込みながらですか。これが決まり、再び1点差。綿引きのサーブ、これがネットを越えられない。今ね、あの隣で高校さんもうなだれてました。がっくりきました。やはりここで1点ね、あの取れば楽になるんですけれども、元に戻し、 PFU がここでタイムアウトですね。さあ2点差を追う展開の PFU、 PFU はのびのびプレーしてるねという話あるんですけど、ね、それでも追いつけないとい う、はい、いや今みたいなやはりサーブミスをしてしまうと、うん、あのせっかくいいリズムで来てて、あの点数は JT のがいってる、あの先にいってるんですけれども、ムードは全然悪くないんですけど、やはりそこのムードを切ってしまうようなプレーをしてしまうと、どうしても、あそこでサーブネットかけなきゃいけたかなっていう後悔が、ね、先に出ちゃうと、勝ち点もらいたいのに勝ち点を自分たちでミスミス離してしまうっていうことに流れになってしまうので、あの入れてくサーブをがよしと、
移動しております。ブレックスアリーナ宇都宮からお届けしている JT マーベラス対 PFU ブルーキャッツの、今シーズンの初戦という試合です。両チームともに、このセットのスタートは変わらず、まずは JT モミーのサーブからです。 JT はモミー、芥川、林、ドルーズ、タットロー、田中というメンバーでこのセットをスタートします。まず最初の1ポイントは JT に入っています。モミーのサブ、ネットにかかりながらもイン。島が落としていく。ドルーズ、あっと、しかしこれがネットにかかります。これはまたドルーズらしくないプレーですね。やはりこのあたり見てると、やっぱり今日ちょっと本調子じゃないなという感じしますね、はい、さあ変わって APFU サーブは渡引です。PFU は渡引、島、山下、ジャン、鍋谷、渡辺のメンバーでこのセットをスタートしています。田中、いいところにいました。打ち落としていくが、これも JT はネットに助けられましたね。そうですね、ちょっとネットに当たったのが軌道が変わってしまいましたね、はい。代わって JT サーブを打つのは田中。ジャン、やはりこの人のフルスイング魅力的ですね。気持ちいいですよね、はい、難度をほとんど使っていないように見えます。もう全て上がってきたボールは強打していくようなスタイルですね、はい、ドルズ、ドルーズのクロスが決まります。しかし JT としては欲を言えば田中や林にももっともっと目立ってほしいですね。もっと名前を呼びたいですね、うん、タットダオのサーブ、山下が大きく上げて鍋谷、おっと、よく見ていました。JT 動けませんでした。これも間に落としていくようなスパイクになりました。これで3対3。その鍋谷のサーブです。お、いいサーブになりました。これは返すだけになる。さあ、PFU のチャンスボール、しっかり決め切りました。チャンスは見逃しませんでした。こういうところで取れるの、1点取れるのと取れないのでは、ね、自分たちの方にいい流れが来るか来ないかの差になってくるので、いいポイントを取りましたね。チャンスボールをまず1本で取ったというのは大きいですね、はい、おっと、これもサーブで相手を崩していきます。2でいく。しかしよく拾った。さあ、このブロックはフォローする。長いラリーになってくる。ドルーズ落としていく。上がっています。プレーはまだ続く。このラリーを制したのが PFU。 この1点大きいですよね。第4セットの序盤、ここまで PFU としては2セット落としているので、このセットを落とすわけにはいきません。長いラリー粘って1ポイントもぎ取りました。この林のスパイク吸い込んでしまいました。このドルーズのサーブが入りません。今日両チームサーブミスが多いというお話、何度もつくもさんから指摘があるんですけども、これで JT が8本目ですか。そうですね、先ほどの
3セット目終わった時に PF が10本、はい、JT が7本やはり7本とかもう10本超えると多いですよね、うん、ちょっとこの両チームともにあのサーブのミスというところでなかなかリズムをつかみきれていないところがあります。この1本は慎重にいきたいところ。林のサーブ、田中、これがまた間に落ちる。先ほどもこのような展開ありましたけれども、はい、うまく相手の間に落ちていきました。崩れた時にあのカバーに入る JT が入ってないんですよね、うん、あのまあ、強打待ってるのも分かるんですけれどもちょっとあの構えすぎですよね。そしてまたもここは PFU サーブミスが出てしまいます。代わって芥川のサーブ、サーブはしっかり決めていきたいところです。これがネットにかかって入らない。ここぞっていうタイミングでね、そうなんですね。ジャン選手みたいに思いっきり本当に勝負していってアウトっていうんだったら切り替えはられるんですけれども、なんかまあ、狙いもあるとは思うんですけれども、なんか中途半端なサーブで相手に持って1点を入ってしまうっていうのが多いなっていう風な印象が多いですね。ドルーズでまずは1点返す。モミーのサーブ、ネットにかかりながら入っています。またもドルーズに上がる。ボールは上がっています。田中よく拾った。そしてその田中が行く。もっともっと田中選手の名前呼びたいですね。そうですね。レシーブからの立ち上がり、そしてスパイク決めていきました。モミーのサーブ続いています。あっとぶつかってしまう。今カバーの際に立ち抜けてしまったんですかね。 JT の選手たちはそんなことないというような反応ですけれどもここはチャレンジを使います。さあネットに触ったか否かという、チャレンジを判定を待っているところです。先ほどのリプレイここですね。この後これですね。確かにネットが揺れていますが、それは触ったのかそれはボールなのか、はい、この判定を待っているところです。第4セットは8対9、 PFU が1点リードしているという展開になっています。
判定が出ました。ネットには触っていたという判定でして、ポイントは変わらずチャレンジは失敗というふうになります。まあ、JT としてはここはもう頭切り替えて、はい、次のプレーに集中するということが大事になってきます。ドルーズが落とす、山下からナビア、小畑が大きく上げてのドルーズ、ジャン選手がクロスに飛んでるんですけれども、さらにその横を抜いてますからね、うん、じゃあもう非常に手足長いんですけど、そうですよね、それをかいくぐってというような感じのドルーズの一本。田中のサーブ、渡辺のスパイク、ちょっと合わなかったか。おっと、今のはラインのギリギリ入りましたか。もうなんか力強く今ねドルーズを元気づけましたね。なかなかちょっと決めてるイメージがちょっとないので、もうちょっと本数ってパーセント上げてもらうと自分たちのリズムを持ってこれますよね。さあゲームは再開しています。ここで PF1 点返して再び同点とします。渡辺のサーブ、これがコートを越えていく。コートの後方に大きく外れてしまいました。パットダウンのサーブです。ジャン、ドルーズ落としていく。これはもうかなり判定に不満のようでございますが、これはもう自信を持ってのこれ、島もちょっと笑ってますなかなかナビア選手があそこまで飛び出すことはないんだと思うんですけれどもそれぐらい本当にしてないんでしょうね。珍しいシーンでした。監督も、分かった分かった今のプレーです。ナフィアとしてはやったと思ったら違ったからえって感じでしたね。また自分は本当に触ってないので、嘘でしょみたいな二度見しちゃいました、はい、でこれでワンタッチ取られたら あれっていう感じになりますけれども、まあ、それはないと思うんですけど、ポイントは本人の良かったですね。アピール通りでした、ね、良かったです。今もうあと2点差まで追いつきたいところだと思うんですよね、うん、なんとかここから盛り返していきたいという風です。18対14の4点差がついています。のサーブが続いていきます。これはいいテンポで決めました。ナビア、さあ再び2点差としています。おっと、ここで PFU が交代を使ってきます。
田原と高澤が2枚替えで入ってくるという形になります。さあここですね、この変わって入ってのサーブ、ね、先ほど田原選手ちょっとサーブをオーバーしてしまったので、うん、おそらく考えたら打つと思うんですけれども、慎重にかつ思いっきり打ってほしいですね、はい、さあこれは入っています。林ナビア、タットド、あっとこれはあまだ上がっていますね。プレーは続いている。林もう一度、さあこれで20点目入ります。さあ20対17、ここで3点差ついていますが、まだここで1本切ればまだ2点差なので、うん、まだ精神的にはなんとか追いつけるかもという感じですね、はい、ダットダオサーブを打ちます。低い弾道変わって入った、高そうジャンプ力があります。さあこれ追いつく、もう1本、ブロック時間があるのでブロックが本当に落ち際に打たれると、ね、どうしても力入ってないので、はい、今みたいなうまいブロックアウトができますよね。体格は小柄なんですが、それを補ってあまりあるジャンプ力が高そうにはあります。あまり低いっていう身長がそんなにないっていうのが見えないですね。もう飛んでる姿を見るとね、はい、結構高いんじゃないかって思う、はい、さあこれで再び2点差としています。田原からジャン、ドルーズ、これは島が拾う、田原から高そう、よくカバーします。さあこれは返すだけ、 JT はチャンスボール、これは島もガッツポーズ出ましたね、渾身のブロックです。さあここで JT はタイムアウトを取ります。 PFU1 点差にまで詰め寄ってきました。来ました。さあ今のリプレイですね、これは高層のブロックアウト、かっこいいですよね、やはり決めた後のガッツポーズっていうのは。う、ね、今のシーンもね、あの遠くで高層がガッツポーズしていますこちらうわーみたいな、うん、おたけびが聞こえてます ね、 うすね、もう島の得点でも自分のことのように、はい、いやだから逆にチームが盛り上がるんですよね、うん、全員で喜べるっていうのはすごい大切ですよね。さあ変わって入った高層がいいムードを作ってくれました。 PFU はこのまま逆転といきたいところ。ドルーズ打ち落としてくる、しかし上がっている島、ドルーズなんだです、上がっている、もう一度高層行く。さあ変わって入った高層、この交代も当たってますね。当たってますね。もう苦しくなった時にドルーズ選手に上がるのはもう分かっているので、やはりそこで前後の関係がうまくいっているのでレシーブも上がってますし、スパイクも最後決めれるっていういい流れですよね。ドルーズとの身長差のあるマッチアップもものともしないで立ち向かっていきます。しかし今度は JT、 この20点を超えての4セット目の終盤の攻防、一点一点が非常に重くのしかかります。 JT はドルーズのサーブ、ネットにかかっている、あ、上がってますね。 JT はチャンス物言いできるか、林チャンスボールはしっかり決め切りました。林もあまり大きい方ではないんですけども、はい、うまさはありますからね、はい、大きなジャンガーブロックに飛んでいましたが決め切りました。これは大きな1点、今度はジャン、ドルズ、もう一度林、
しかしこれは田原がカバー。田原のトス決まる。もう1点食らいつきます。さあ1点差、まだまだわからないですね。わからないです、本当にわからないです。お互いドキドキしてると思います。そうですね、お互いにこの、ミスという形ではなくて本当に打ち合いという形で得点が入るようになってきましたね、はいはい、なのでリズムが悪くなってないんですよね、お互い。なのでいいプレーが出てますよね。なんとなくこう、うん、会場の雰囲気も、はい、この第4セット終盤にして盛り上がってきた感じがしますね。さあ林のサーブ、ネットにかかる。トスは狙ったんですけれどもね、ちょっとトスが近くてインラインに打とうと思ったんですけれども、ネット越えなかったですね。これで JT はマッチポイントとなります。この盛り上がってきたところなのでもうちょっと見てたい感じはしますけどね、はい、もうちょっとやりましょうJT はあと1点です。 JT としては最後にいい形で1点取りたいという感じですね。ですね、このままいい流れで次の試合迎えたいですからね。しかしそうはさせない PFU、 諦めてないですね。本当に今日惜しいところまで来ているので、はい、まだまだ諦めずに最後まで食らいついていきますね。さあ2枚替えを元に戻す。渡辺と山下がコートに帰ってきます。このしびれるような場面でのサーブ、はい、慎重にいきたい。ドルズよく上げた。あっと最後の1ポイント、本当にわずかの差でコートに落ちました。 JT はもがき苦しみながらもなんとか今日白星を手にしました。はい、なんか選手たちの表情を見ててもやっと終わった、ほっとしたというなんかほっとした感じですよね。勝って嬉しいというよりも、いやなんかやはり自分たちのリズムが最後まで取り切れなかったので、うん、勝ってよかったっていう、本当にそうですよね、はい。まあ、PFU としては相手がなかなか波に乗ってこない中でチャンスはあったんですけれども、はい、わずかに届かず、このゲームを制したのは JT マーベラスということになりました。ご来場の皆様にまずは選手たちからご挨拶です。